もうよろしくお願いします。ご帰省もう2人しかいないけど。残った私たちのことを大事にしてくださいね。これからももっと。まだ10代ってすごいって書いてあった。書いてあった。はい、やばいから30までは無理だよ。もう何年いればいいんですか。まだ20歳にもなってないのにちょっと早すぎますね、先のこと考えるのが。30まではちょっともう香織さんとはわけが違うから無理だよ。無理だよ。わけが違うよ。わけが違うよ。香織さんと、うん。今日は踊ってました、一日中。メルには書いたけど。なんか光でめっちゃ白い顔が。ね、白いよね今日。いつも白いって。何の話しよっかな。紅白配信だって。確かに赤と白。握手会3日目の服が好きです。おお嬉しい。ワンピース可愛かった。あれ体調は大丈夫。メガネ女子、おお、メガネ、そう、メガネしたんです。金曜日かな。結構だから、ツイッターで、なんかどの日が良かったって聞いたら、結構ね、まんべんなくばらけてて、そう。そう、1日目のメガネはガチメガネです。どっつきメガネ。そうそう、メガネしてました。そう、1日目見えなかったんだけど、写真だとなんかダボダボのニットにパンツでした。珍しいって言われた。めっちゃでも好評だったよ。それもすごい。あ、そう、メガネの形丸が好きです。横長よりも丸が好き。丸っていうかな、こういう。
どれが一番お気に入り？なんかでも全然違うから、なんか結構ね私、まあ、普段から結構可愛いワンピースとか着てると思うんですけど、握手会でなんか握手会だけだと思われてるんだけど、意外とっていうか普通にそういう格好をすることの方が多くて、だから逆に1日目に着てたニットとかの方が珍しかったかも、私からしたら。ワンピースはね普段からも着てるんですよ。そうそう、普段着だよ全然。なんかねそうやって思われてんの、握手会だけでしょみたいな、握手会だけ可愛い格好してるんでしょみたいなって思われてるけど、なんか、うん、そういう服の方が多いかな普段から。ゆずきとお揃いじゃないよ。全然そう、だから2日目に着てたやつとかもみたいな格好も好きです。割となんかシンプルな服、モノトーンの服が好きだから、黒とか白とか。全然着ますパンツは履かないですねあまり。ジパンは好きじゃないあんまり。なんか流行りとか分かんないからあんま気にせず着てます。なんか流行りに合わせて自分の好みじゃない服着るのやなんで、好きな服しか着ないですね。メガネ、メガネあんましないよね。レア、ロングスカートは履くたまに、でも最近履いてないかな、夏の方が履いてたかもしれない、もしかしたら。こだわり、あのメガネ自前。なんか洋服を買いに行くときはなんか人を連れ回しちゃうのが嫌だから一人の方が好きですね。今コンタクトだからメガネないです、近くにない、手元に。もうコンタクトしてる。ウケる、連れ回されてもいいから一緒に行きたいって人がいっぱいいる。しっくり見る派。ネットではあんま買わないかな。メガネよりコンタクトのが好きなんですよ。パーカーは断然オーバーサイズ、ブカブカの方が好きです。目乾かない、さすがになんかめっちゃ長時間の移動の時とかはしないけど、飛行機とかもダメ。新幹線まだ、あでもめっちゃ朝早くて絶対寝るなって分かってる時はしないかも、コンタクト。もう目が乾いて乾いてしょうがないから。髪色そう落ちてきました、だいぶ。なんか前に多分ショールームした時は染めたてでなんかめっちゃ真っ暗になっちゃったって言ってたんだけど、今ちょうど良くなりました。
と今ちょうどいい感じ。ブリーチしてないです。でもなんか可愛い髪色って大体ブリーチしないとできないから、それはちょっと悲しいなと思うけど、髪の毛傷みそうだからできない、怖くて。何時までやろうかな。インナーカラーは別にあんましたくないんですよね。一回45分目処にしますね。その時の気分でまた考える。そう、髪の毛伸びるの早いっていうの分かんない、早いのか分かんないけど、でも昨日かな、菅原にめっちゃ髪の毛伸びましたねって言われた。もうこれくらい、多分夏に切ったのが肩ぐらいだから、でもこんだけ伸びましたね。早いのかな、3ヶ月ぐらい。早いのかな、伸ばしたいの今すごい。本当にエクステつけたいぐらいロングにしたいね。もうないよね、元の髪切ったばっかの時のあれが。もっと短かったもん。こっからだよね問題は。こっからが伸びないから。今多分足系だと思う。どうなんだろう、わかんない。もう任せてます美容院は。グレージュ、なんかね、ピンクラベンダーみたいなのを入れたんですけど、だいぶ抜けてきたので、なんかそう、抜けたら茶色になるよって言われて茶色になった。でもね、今月の頭に染めたばっかだからまだ染めない。いや、めっちゃ顔白い、めっちゃ飛んでる。もうピンクなくなっちゃった、ピンク成分。もう色が抜けちゃったから、まあ普通に多分なんか茶色みたいな。でもなんか1ヶ月でなんか染め直すのはもったいないなって思っちゃうけど、病院好きだから行っちゃいますね、好きあらば。どのぐらいのスパンで行きたいと思ったら行きます。なんか前はすごい伸びてきたのが気になったから行ったんですけど、今は結構色いい感じだからまだいいかなって思ってる。美容院とか寝ちゃうことある？え、たまに寝てる。本当に眠たい時は寝てる。
これから K2 公演は、そうだね、生誕ラッシュだね、きっと今年は。見てる人少なくない？そう、私が何も告知してないから多分気づいてない人は気づいてない。かわいそう、ごめんね。寒いから髪伸ばしたい。ロングの女の子好き。でも髪の毛短いのも好き。やっぱ似合ってればいいんだね、きっと。ショートが似合う子がすごいなって思う、逆に。気づいた人ラッキー、そうラッキー。ショートはあんま願望ないですね、したいが。今茶髪だよ、黒くないよ。黒く見えてんのかな、今光の加減で。ロングのイメージ強いって。でもなんかの写真見返したらめっちゃ髪の毛長くて、こんな長い時あったんだって。あ、茶色く見えてる、あれ。ファッションフォーユーの最初の方のカード、髪長いよって。ラーメン食べないんですよ、私。ラーメンっていうか麺を食べないですね、あんまり。生誕っていう、まだだよ、まだまだだよ。もっと先ですね、きっと。なんで？パスタも食べない。誰かと一緒にご飯食べに行ったりとかな、外食でしか食べないな。なんか麺類はあんま好きじゃないらしい、私。食べれるんだけどね、あんまり。すごい、あー食べたいってなんない。パンは好きですよ。多分なんかあんまりね、主食を食べないんだと思います。おかずばっか食べてんだと思う。米粉パンなんか給食のイメージ、給食でよく出てた米粉パン。繊細で自分のタイプ。いや、分からん。なんか分かんない、自分のなんて言うんですか、好きな食べ物、何にテンション上がるかって言われたらちょっと分かんないですね。
最近好きなアイドル？でマニキとか拳ファクトリーとかは見てますよ。ニジマスはあんま詳しくないから教えてほしい。でもなんかめっちゃあの曲をすごい勧められる、いろんな人に。なんだっけなんだっけ、有名なやつなんだっけ、ニジマスのさ、なんだっけ、ちょっと待って待って待って、検索する。YouTube で今必死に調べてる。全金銭。お、すごい勧められる。めっちゃいいんだよこれがあって。あとは何だろうね、アンジュルムとかも好きですよ。なんかまた新しく入ったんだよね。そう、めっちゃ顔白いって書かれてるけど、なんか光なんですよねこの光。本当はそんな白くない、ほら。私もスマイレージ時代から好きです。スマイレージのね、 DVD とか持ってましたよ。パン屋さんのアルバイト。K2 公演来てください。K2 公演が本業だから。本業だから。頑張らなくてもええねんで。いいね。頑張らなくてもええねんで。ビッシュは最近好きです。アイナちゃんが好き。かわいい。あと声がすごい好き。そうだよ、本業だから。最終ベルが最終ベルが本業だから、みんな来てください。メールにも書いとけ。 SKE で好きな曲はね、コップの中の木漏れ日とか好きですよ。木漏れ日よ。副業はだから、その助っ人とか出てた青ガとかは副業っていうか、そう、青空になりたい。何を好きな、ああ、今夜はジョイナス大好き。ママから借りたドレスを着た、なんだか大人になった気がしてきた。そう、なんかみんなすごい、なんか青が出てみたいな、青がに出てってすごい言ってくれるんだけど、
K2 の私を見てほしいからぜひ K2 公演にも来てくださいっていう話でした。公演の話ね。今夜はシークレット最近やってない。青春ガールズだとね、あれが好きです。 I know it's getting close and この夜が越えたらきっと何かが変わるわ、チュンチュンチュンが好きです。あとはね、でもシンデレラも好き。探しに来て、シンデレラ難しかった最初はね、覚えるときは。でみんなさ CD とかでさ私の声聞き分けられますか？私全然自分の声音源で分かんないんだけど、その CD とかで選抜でも K2 の曲とかでも全然わかんないんだけど、すごい人からはめっちゃ聞き取りやすい声って言われるの。私はわかんない自分の声。本当に？わかんない自分では。探しに来て。全然わかんない自分の声。自分だからかな、なんでだろう。じゃあスタンドバイユーどこ歌ってるでしょうか。まだ披露もしてないのに音だけでわかるのかな。みんならないって。わかんないのか。そりゃそうだよね。どこでしょう。三小節目ってどこだろう。三小節目、三コーラス目。サビは歌ってます、さすがに。さすがに歌ってます。サビは歌ってますね。ね、いつだろうね披露するの。私たちも知らないです。いつだろうね。早くライブとかで踊りたいですね。あと好きな曲、あれが好き。タタ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 
もう歌詞が全然わかんない、メロディーしかわかんない。もう顔白いねってめっちゃ書かれる、どうしよう、黒く塗ってこようかな。もうしょうがないんですよ、もう白いらしい。どうしたらいいの、なんかもう壊れた、壊れちゃった、この支えが。あ、治った。ハートのベクトルって言うた？どういう歌や、わからん。あ、でもこの角度そんなじゃない？あ、一緒に帰ろうか。タタタタタタ。でで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 。あ、ほっぺつねるは知ってる、リカワでやってたから。でで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 で。踊らされるやつ。踊ってるな、みんなも。なんか見たよ、この前。ででででででみたいな。恋の罠は結構踊ってるよ、私。なんだっけあれ、ガイシ、ガイシでもやったし、あのなんだっけ、東海ラジオの感謝祭とかでもやりました。フルでやったよ、この前。恋の罠は状態しろ、もう浮気の証拠上がってんで。結構やってる、恋の名は。あとあれもやったことある。君に重力シンパシー。テレテテ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 。カップリングイズはやったことあるもん、いっぱい。表とは違うよね、みんなが知らない顔に胸がときめい。いつでもフェス行けそう。いや、歌しか知らないからね。歌も、しかもメロディーしか知らない、メロディーしか知らないです。歌詞全然わかんない、やっぱね。 踊んないとっていうか、振りも一緒に覚えないと歌詞を覚えられない、だからできないですね。あ、金木犀は歌える、金木犀だけ完璧に歌います。覚えたよ、頑張って。いい曲だね、でもあの曲好きですよ、金木犀。金木犀もう歌わない。緊張したもん、めっちゃ。金木犀冬のカモメ懐かしい、懐かしい。白組観覧車ようこそでスタンドバイオ流れてる。おお、
いやもうないですよ、一人で歌う機会なんて本当にないからね。貴重な貴重な時間でした。歌うまくないよ。カラオケ行きたいな。カラオケ久しく行ってないですね。カラオケなんて。なんか画面の端っこじゃないとなんか難しい位置が。なんかもうこれが壊れてるの、このスタンドが。いつかやりたい、いつかカラオケ配信。カラオケ配信需要あるか知らないけどやりたいな。やってー、だって「その姿勢肩凝る」。え、全然肩凝ってないです。誰とにしよう。なんかさ、恥ずかしくない？カラオケ配信一緒にやろうって誘うの恥ずかしい。みんなただ自分が見たい子を描いてるだけでしょ絶対そうじゃん。バレた、わら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 。なんかさ、最近スコっていうの知ってる？スコって、なんかわかんない、最近の人が使う言葉なのかわかんないけどさ、スコって言うじゃんみんな。知ってる？スコって。でスコってね、私ずっとね、すごいって意味だと思ってたの。いや、なんかほんとすごいみたいな、ほんとスコってほんとすごいみたいな意味かと思ってたら、なんか好きって意味だったらしい。誰が考えるんだろうね、何スコってって感じじゃない？え、そう、ほんとすごいみたいな意味かと思ってたら、なんか違ったらしい。何、どっから始まるの？好きって意味なんだって。だからみんなスコって使った方がいいよ。スコネット発祥？あ、そうなんだ。打ち間違え？スコピオスが使う確かにリカちゃんよく使ってるわ。いや、わかんない、私は使ったことないですよ。ただそう、最近知ったっていう話。ずっとすごいって意味だと思ってたから。握手会でスコって言われたことありますか？ないです。多分ね、とっさに反応できないとっさに反応できないと思う。
画質落ちてる？あらま。すっこける意味かと思った。握手借りたら噛んだと思われ、いと思われそうで辛い。確かに。っていう話。うん、もうちょっとで一回終わります。もう全役で終えたらもう一瞬過ぎて、え？え？終わっちゃうよ。まさかのスコで締め。二回戦わからん。あるかわかんないよ、期待しないでください。気分屋なんで。一生チェンジしないです。ではまた。あ、なんか落ちた。バイバーイ。